ピアノ即興詩人田瀬博士と申します。よろしくお願いします。タイさんお久しぶりです。あの僕ね、ピンズスピリットは好きで、多分最低3回は聴くことで4回か、まあ、はい、でも本当に久しぶりなんです。で来るとき大体雨が降ってると知ってたんですけど、まあ、それをね、吹き飛ばすようにと思いますが、あの今日は初めてのお客さんも来てくださったのでありがとうございます。何かリクエストありますかって言って、あのなんとなくそれで適当にメドレーをやる即興演奏をやってます。なので何かリクエストありますか。で、あの1曲目はですね、とりあえず何かやった方がいいと思いますので、そうですね、フランシス・レイさん知ってる人いますか。はい、何か好きな曲を思い出せますか。じゃあフランシス・レイのメドレーで1曲いきましょうかね。あの私あの日本語のことを、ありがとうございます。はい、あのパリ、ね、ついにタモリさんが、パリまで行っちゃったんだなと、その時もこの曲流れてるんですけどね、アノーメリーファン、男と女、でこれを作曲したフランシス・レイさん、この曲は1966年の曲なんですけども、今年の、まあ、今月か先月、私パリに行ってお会いする予定にしてたんです。実はあの日本のフランシス・レイのファンクラブの私日本の代表なんで、まあ、フランシス・レイさんご本人ご家族に大変あのお世話になっているんですけれども、残念ながら去年の11月7日に、まあ、お亡くなりになってまして、翌週14日の水曜日ですね、あのニースの教会にあのお別れに来てまいりました。お葬式ですね。ということで、あの1曲目じゃ あのフランシス・レイ のこんな曲があったっていうメドレーを簡単に見ます。みたいな。Thank you.
ありますか？テストってどの範囲？ラジオ体操第一から始まって、はい、何でもいいですけど、できればやる、知ってる曲ならやります。歌いとかとか、あ、もちろん、はい、ラバーズコンテンツ、あ、なるほど、はい、あの、バカでいいんですよね、じゃあ、はい、サラボーン、あ、サラボーンズか、そこでちょっとあの私気になっちゃいますけど、あ、他にありますか？ポールモリアか、はい、クレダマン、ありがとうございます。あ、じゃあ、素晴らしい。あ、そうですね、世界的にはね。はい、じゃあ、ポール・モリアーとリチャード・クレダマンを混ぜて、ラバーズ・コンシェルトも入れて、で、私のオリジナルも入れて、衣装を入れて。はい。はい。じゃあ、歌なしでお送りいきます。ありがとうございました。また、コンサートと、
渚沢デビューズの英雄界の真珠と最後が私のオリジナルです、モントレゾール、私の宝物という曲で、結構いろんなのダウンロードサイトに登録はしてますので、私の方はですね、名前がピアノ即興詩人川瀬博士ですけども、ひらがな6文字川瀬博士と叩いていただくと、YouTube はもちろんですけども、Google でも Yahoo でも出てきますので、ぜひ動画いっぱいアップしてますので見ていただければと思います。そして最後宣伝ですけれども、5月18日、コーイヤの日ですね、みんなコーイヤという5月18日と、7月20日、何をっていう日なんですけれども、二俣川横浜のですね、相鉄線がどんな電車でも必ず止まる駅、たった一つしかないんですけども、二俣川という駅で、直結しているサンハート音楽ホールで、大体午後2時から、夜6時、7時まで無料のコンサートで、みんなたくさん出てきてくれますので、ぜひ遊びに来てください。今日はありがとうございました。